ショートプログラムトップ、ロシアのアレクセイ・ヤグディン。長野オリンピック5位の後、世界選手権3連覇、一気に世界の頂点、王者として君臨しましたが、昨シーズンはプルシェンコにことごとく敗れました。今シーズングランプリファイナルでプルシェンコに雪辱、決着の舞台、王座奪還の舞台、このソルトレークシティ完璧に仕上げて乗り込んできました。金メダルに手を伸ばしながらのこのフリーの演技、映画仮面の男のサウンドトラック。最初の4回転からのコンビネーション、決まりましたね。4回、3回、2回です。もう一度4回転、17世紀のパリ、民衆の苦しみを分かろうとしない国王に対して立ち上がったダルタニアンと仮面の男の物語。珍しくバランスを崩しました。最大のライバルプルシェンコがショートプログラムに失敗して出遅れて一騎打ちの舞台に上がってきませんでした。あとはヤグディンがヤグディンであることを証明すれば、王者ヤグディンがただ一つ手に入れていなかったオリンピックチャンピオンのタイトルを手にします。
演技の終盤、あのステップに入る前にすでに確信しました。王座を奪還したことを、再び王者、再び頂点を奪還したことを確認しました。王者ヤグディン、素晴らしい強さですね。ヤグディンが初めて見せたゴールデンパフォーマンスは、リンクへの感謝の思い、そしてファンへの感謝の思いです。1万6500人のスタンディングオベーション、素晴らしいですね。素晴らしいの一言ですよね。もう素晴らしかったです。待ち遠しくて我慢できずに込み上げてくるものがあります。ヤグディン、王者と言われたヤグディンが生活の乱れやあるいは怪我で昨シーズンは本当に苦しみました。プルシェンコに王座を奪われました。もうプルシェンコの時代かという人もいました。そうですね、ちょっとの間はそうでしたが、その中で再びこのあのプルシェンコを再び破って王座を取り戻す、はい、これは並大抵の努力ではなかったと思います。素晴らしい努力だったと思いますよ。ソルトレイクシティオリンピックフィギュアスケート男子シングル最終演技者、オール 5.9、 わずかにバランスを崩したところがありましたが、それ以外は完璧だというジャッジの評価。そうですね。そしてプレゼンテーションはどうか。6.0 も出ました。優勝ヤグディン、ヤグディン勝ちました。王座奪還、一度失ったチャンピオンの座を再び新世紀最初のオリンピックの舞台で取り戻しました。素晴らしいヤグディン。プルシェンコが2位、ゲーブルが3位、日本の本田はメダルを逃しましたが見事な4位です。